24日、ウェブは桜学校春休みの2日目ということになります。で今日はちょっとまだ家に帰っておりませんので、野外というか外で撮っておりますということで、紙で説明させていただきたいと思っております。で本日まず授業に入る前に船橋市内で残念ながら、新型コロナウイルスの5例目、6例目の発生が、ありました。ただそれぞれインドネシアとイギリスから帰ってこられた、ということで、市内で、感染が連鎖しているということではありませんので、引き続き落ち着いて、私たちのやっていくことをやっていきましょう。それでは本日は、比例と反比例について、やらせていただきます。それでは画面でやっていきますね。比例と反比例ということですが、本日比例と反比例というのは、ある数に比例して、数が増えていく現象のことが比例と言います。で例えば一番分かりやすい例は、縦2センチ、2と書いてありますけど、2センチの、ことに対して横の長さが次々に長くなっていくときの面積ですね。縦2センチが決まっていて横の長さ変化していく。で例えば縦2センチ横1センチだったら面積は2ですね。で縦2センチで横が2だったら 2人が4で面積が4になります。でだんだんとこの例えば3センチだったら6になっていくという形で、どんどんと横の値が変化していく値を X と置きます。変化していく値を X と置きます。そして面積を Y と置くと Y=2X、X の2倍が Y になるという関係があります。でそうすると X が増えたことに応じて、面積が増えていく、 Y が増えていく、こういう関係を比例と言いまして、この Y=2X のようなその式で表され、その、2という数字のことを比例定数というふうに言っております。つまり数が増えたことに応じて増えていく形ですね。それに対してもう一つ反比例という関係があります。でこれは同じ面積で考えますと、縦の長さと横の長さはいろいろ変化するんだけど、面積は12で常に一定であるというような関係の時ですね。そうすると縦が1センチの時には横が12ということになります。で次に縦が2の時には横が6ということになります。縦が3の時には横が4ということになります。縦が4の時には横が3ということになります。で縦が2のと6の時には横が2ということになります。縦が12だと横が1ということになります。掛け合わせると常に一定の数になるという関係のことを反比例と言いまして、これはその例えば縦の長さを X と置くと、その X に比例し反比例して Y の方が、例えば X が増えていくと Y が減っていくわけですね。合わせてかけて12ということですので、こういう関係のことを反比例と言っております。でこの比例と反比例においてこの y=x分の12というのが反比例で、この時の12という数字のことを比例定数と表現しています。 y=2x という比例関係の時も2を比例定数と表現し、反比例の時も y=x分の12の12を比例定数というふうに表現しております。それでは次に、この比例と反比例を考える上で、この変化の割合という言葉を、皆さんぜひ押さえてほしいですね。変化の割合で、この変化の割合というのは X の増加量分の Y の増加量です。 X の増加量を分母において、Y の増加量を分子において割っていくと。でそうすると y=2x の時には x が1の時には2、1の時には2、x が2の時には4、x が3の時には6、次 x が4の時には8ということになります。そうすると例えば x が1から2に、1増える、あこれ1の間違いですね、1増えると、2から4で、2増えます。ちょっとこれ2と4と間違いで1と2ですね。で、X が 2から5に増えるときに X は3増えると、それに対して Y は4から10に6増えますので、これ X の変化量と Y の変化量を
割り算をすると y の増加量割る x の増加量は常に2となります。比例関係の時には変化の割合というのは常に一定です。一方反比例の場合にはどうでしょうか。 x が1、2、3、4、6、12となっていくと y は実は逆に減っていくんですね。12、6、4、3、2、1となっていきます。で例えば1から2の変化を考えますと1から2の変化では x の増加量が1、 y の増加量は12から6になりますので増加ではなくて減少なんですけどこれをマイナスで表します。でそうすると y の増加量がマイナス6で x の増加量が1ですのでマイナス6分の1でマイナス6ということになります。で、2から3を考えると x の増加量が1 y の増加量が減りますのでマイナス2ということになります。そうすると変化の割合はマイナス2ということになります。ということで反比例関係の場合には変化の割合が徐々に変わっていくんですねという形になります。でそれらをグラフで表しますと比例と反比例のグラフはそれぞれこんな形になります。でちょっとグラフのことまでまた正確に話すと、10分以上かかってしまいます。春休みバージョンは10分で基本点だけ分かろうという形で説明しておりますの で比例はこのように直線の x が増えると y が増えるという、あるいは逆に y が一定の割合で減っていく比例関係もあるんですがこういう形です。一方反比例の時には掛け合わせて面積が一緒になる形のような形ですので、この曲線の形になるんですね。ということで、グラフに描いてもその様子が違うというところになりますのでまずは今日はその反比例と比例の関係を、このぐらいまで押さえておいていただくとまた後に深めた勉強をしていきますので、今日は、こういうところにいたしましょう。で最後にまたはい、で上村桜学校は、とにかく毎日8時から9時の間に発信しようということでちょっと私が用事で外に出てきている時にはちょっとこういう形ですので、綺麗な図が、描けないこともあります。でもいずれまた綺麗な図を描いた説明も、改めてしていく機会があると思いますので毎日夜8時から9時にお会いしましょう。 YouTube の人は、時々止めながら見ていただくとよろしいかと思います。で本日の理科バージョンは若干時間が遅れらせまして、9時前ぐらいに、やりますので、しばらく時間を空けてやります。ご清聴ありがとうございました。